サガラコーチチャンネル。はい、どうも、日々これ編集、サガラコーチです。僕って今、冷蔵庫に入っているもの、水48本だけじゃないですか。今回、そんなことは、どうでもいいんですが、最近、ウームを円満退社する人が多い中で、私、サガラコーチ、ウムりました。まあ、正確には円満退社の反対ですので、不和入社なんですが、かねてより、ウームに勝手に所属したいこととなったり、お断りしたいこととなったりと、バチバチの戦いを一人で勝手に繰り広げたわけなんですが、その戦いが実は、ウームの方に届いておりまして、ウームの方から悪くないっすねと告げられまして、今回正式にウーマーとなりました。やっぱりね、ウームに所属した方々は円満退社を目指して活動していくんだと思いますけれども、そもそも私がなんでウムったかと言いますと、端的に言えばウムったらどうなるか知りたかったからです。もちろん私は普段超絶ケチで慎重な人間ですから、皆さんが知っているような情報だったり、 YouTuber しか知らないような情報だったりと、金銭面や活動支援などのメリットデメリットは自分で考えましたけれども、今回そんなことはどうでもいいと、ウムらないとわからないウムり事情があると思うので、ウムるかウムらないか迷ってるくらいだったらウムっちまおうと思った次第です。担当の方も実際むちゃくちゃいい方でしたので、一旦信じてウムり続けてみようと思います。実はもうウムってから2ヶ月ぐらい経っておりまして、今のところ超円満満足です。実際にウームの事務所にもお邪魔しまして、ヒカキンさんと水たまりボンドさんの間にサインを書いてきました。場所をかなり攻めてしまったので、その分サイズを極小のサインにして謙虚さを出してバランスを取りました。今まで応援してくださった皆様におかれましては、私がウーマーになったことにより今までの動画が失われてしまうんじゃないかとご心配のことと思いますが、私はかねてよりウームが定めるガイドラインを勝手に遵守して動画投稿を続けてまいりましたので、動画内容に関しましては何一つウムリによる状態変化は起きません。今後は今まで通りコンパクトな動画を出し続けて、皆さんが好きな YouTuber の動画を待つ間ですとか、待ち合わせの時や歯磨き中に見てもらえるように、よく見る YouTuber ランキング第13位ぐらいを目指して頑張りますので、ウーマーサガラコーチチャンネルに登録よろしくお願いします。はい、というわけでウームに所属したわけなんですけれども、改めてここで自己紹介したいと思います。まず私は最寄りのコンビニまで10キロも離れたど田舎で育ちまして、一浪一流飲酒を調して人生各駅停車しつつも、2年前に東北大学工学部を卒業しました。そしてその後半年間家がないまま放浪するクソニート生活を過ごしておりまして、その間に偶然見かけたウーマーの先輩でもある花尾さんの動画を見て、面白すぎると YouTuber の存在をその時恥ずかしながら初めて知りまして、俺もやりたいと思った翌日に YouTube にもう動画出しちゃってましたね。当時の動画では500人いったらやめますとか言ってたんですけれども、気がつけば1年半も活動を続けてます。そして初投稿から半年後に内定をもらっていた会社で会社員として働き始め、今もその会社で働いています。よくまだ大学生だと勘違いされるんですけれども、会社員です。それからよく会社に YouTube はバレてないんですかって聞かれるんですが、バチボコにバレてます。というわけで普段は3分間で見られるあるあるやトーク動画を投稿しておりますので、ぜひチャンネル登録お願いします。ついでに高評価もお願いします。ついでにサガラコーチ会社員の日常チャンネルでは10分以上の動画を投稿しておりますので、ぜひエンディングの黄色いアイコンからチャンネル登録お願いします。